神田川に架か,かるお茶の水橋から西橋、および右手のお茶の水駅を望む江戸時代の神田川と、水道橋歌川広重明治時代のお茶の水小松宮邸お茶の水は、東京都文京区湯島から千代田区神田に至る、千代田区神田駿河台を中心とした一帯の地名。第一条にあり、中央部を東西に走る堀割に神田川が流れ、また、 東日本旅客鉄道お茶の水駅がある。現在では主に地域名にはお茶の水、お茶の水表記が使用され、主に駅名関連にはお茶の水表記が使い分けられている。江戸時代は付近一帯が武家屋敷地であった。現在では地区内と周辺に明治大学、日本大学理工学部、私学部、東京医科歯科大学、 順天堂大学などの大学や専門学校、各種予備校、学習塾などが集まる日本国内最大の学生街として知られ、また、江戸の総鎮守、神田明神、湯島聖堂、ニコライ堂等をはじめとする宗教施設、有名病院等が多数存在。さらに、学器店街、スポーツ店街、多くの食通を引きつける老舗名店街等も内包し、 隣接する神田神保町には、国内最大の書店街である、神田湖書店街が位置するなど、名称を多く抱える広範な文化ゾーンを形成している。また、バブル期には1平方メートルあたり2200万円の地価を記録し、2000年代初期まで日本一地価の高い町と知られていた。バブル期の終わった今は2200万円から550万円と落ちてしまったが、 ここ数年では日本で2番目に高い町となる。古くは北側の本郷台と南側の駿河台が一続きで、神田山と呼ばれていたが、二大将軍、徳川秀忠の時代に、水害防止用の神田川放水路と江戸城の外堀を兼ねて、東西方向に掘割が作られ、現在のような渓谷風の地形が形成された。 同じ頃、その北側にあった高林寺から、泉が出て、この水を、将軍のお茶用の水として献上したことから、この地がお茶の水と呼ばれるようになったと言われる。また、このことから、画商として、お茶の谷という意味の、明景という呼び名が存在し、周辺にこの名を冠した通りや商店があるほか、1872年に、湯島の昌平港に設置された。 日本初の管立師範学校、つまり、東京文理科大学、東京教育大学を経た、現在の筑波大学の同窓会、明形会にその名が残されている。また、この地に縁があることから、前述の師範学校の付属学校の校歌にも、明形という呼び名が登場する。昌平橋、聖堂館田川、歌川広重リバティタワーニコライ道の上ホテル。 湯島聖堂度アテネフランセ聖派市、神田明神土地の木通り文化学院小学館、神田教会日本大学、カザルスホール順天堂大学とセンチュリータワー、東京医科歯科大学。名所教育機関、医療関連宗教関連公共目的施設、団体会館企業、ホテル過去に存在した、教育機関、団体、企業名所教育機関公共目的施設、 団体会館過去に存在した教育機関、団体、企業かつて住居を構えていた著名人かつて住んでいたことのある著名人、縁の深い著名人、ありがとうございます。